これからここの泥に突入するそうだ。いやいや、ちょっと泥飛ばされたから取れてなかったっすよ。いやいや、ちょっと待って、侵入するときに、はい、ケツ俺の方向けるから、はい、泥もろ飛んできて、避けてる間にいない。嫌がらせか。あんな外回りで行くと思わないから。これデバイス何入ってます？前後、リアがデフ玉でフロントオープン。なるほど、はい、リアデフロックで、はい、MT2。 どんどん埋まってるぞ。アリ地獄みたいになってるぞ。そうなんだ。悔しい。もう一発行きますか。温泉が湧いてるみたいだぞ。でも一発行ってるでしょ。よくなる。さあ無事脱出した。チョコドーナツみたいになってるぞ。いったね。あらら、リベンジのはずが。そっから行く。あ、違うんか。はい。
それ勢いつけないで無理でしょ。引っ張られてるぞ。お。今度は一一が挑戦。タイヤはグッドリッチの KM3。 おお、カッキーさんどうですか、なんかカスタムの方向性見えました、これ見てて。だいぶ見えました。何がいいなと思いました、見てて。いろんな人の、いや、やっぱウインチですかね。ウインチ来ちゃうんですよね。こんだけ見てれば、はい、まあ、あとああいうとこ突っ込まないのが一番ですよ。そうですね、突っ込まないとおもろくない行く。もう一回行きます。このいろいろゆうごさん、はい、これいろいろ看板背負ってるからね。そうですね、この人たちに足をかかせないように。はい、頑張ります。マーメンさんが泣いてるぞ。さあ、みんなの思いを背負ってゆうご鈴ジムが突っ込んだ。ああ、そろそろこの絵にも飽きてきたぞ。諦めんの早いな。ダメ。マーメンさんのか、マーメンさんに謝るべきでしょう。マーメンさん、期待に応えられずごめんなさい。ということで、マーメンさん許してあげてください。全然出ないぞ。やばい、ハマちゃん、ハマちゃん、ニイラ鳥が見えなくなっちゃう。おー、出た、出たぞ。ぶっこ抜きましたね。ああ、あつら、行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった。また道路に突っ込むぞ。
った。ひどいなこれ。